FM93.0 AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家のレイジでございます。よしです。今週も始まりました中川家 The Radio Show、 今から3時30分までの生放送でございます。はい、ありがとうございます。先週メールくれた方で、この後子供産みますって言ってメールくれた、出産の、はい、来てますメールが、杉並区のパンダパンダさん、先日はメールを読んでいただきありがとうございました。無事に女の子を出産して今日退院しました。おー、おめでとうございます。はい、旦那は立ち会い出産でタイミングに合わせて枕を持ってくれてましたよ。これから大変ですが、楽しく子育てしたいと思います。よかったです。よかったですね。おめでとうございます。うるさい、うるさい。うるさい。おめでとうございます。よかったですね。ぐらいね、嬉しいわね、そら、ほんまにね。いや、よかったです。こっからですからね。いや、そうね、ほんまに。大変ですよ。どうですか、楽しく子育てとおっしゃっておりますか。そんな楽しくなんかできません、子育てなんか。地獄ですよ、地獄。地獄の日々です。ね。何にもできませんから。これからね、今までの生活を。お食事は全部ファミレスで。ね。子供が入りやすいファミレスで。ちっちゃい器もらって一緒に食べてください。お願いします。ポテトを死ぬほど食ってください、ね、ポテトフライドポテト。なんであんな好きなのね、フライドポテト好きですね。あとうどん食ってくださいね。ああ、麺類ね。ふうふうしてうどんの麺食べさせてあげてください。ハサミとか持ち歩いてね。そうですね、切ってあげるとか、まあそういう、まあ、そういう地獄の3、4年が続くと思いますけども。まあね、ほんまに、その分子供はね可愛いですから、ね、よろしくお願いします。本当にお願いします。でまたこれまで、はい、またこれも、はい、これはね、千引き屋さんからね、はい、千引き屋常務取締役、企画開発部長、大島牛尾さんって方から、はい、届きましてね、あれなんちゅうかな、オムレット、バナナオムレット、時価ますますご清聴のことと お喜び申し上げます。平素より格別のご愛好を受けたまわり、挨拶状、もう読まれへんから。そうそう、これも中川家ラジオショーにして弊社プレミアムフルーツジュースをリスナープレゼントにお選びいただき誠にありがとうございます。ラジオいつも拝聴させていただいております。ありがとうございます。剛様が弊社の商品をたびたびお話しされているのを耳にして大変嬉しく存じます。重ねてお礼申し上げます。特にお話しされている絹ごしフルーツ杏仁は生菓子の中でも大人気商品となり、その中でもおすすめいただいております絹ごしフルーツ杏仁桃は夏の一番人気商品でございます。ちゃんと詳しく書いてね、まあ、いろいろ書いてますが、はいはい、お気持ちばかりではございますが、バナナオムレットをお送りいたします。すごい数をいただきました、ね、今後ともご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。いやいや、もうこちらこそ、千引き屋さんからまさかこんな ね、 まあ、バナナオムレットみんなでいただきましたけど、はい、美味しいですね。1個580円です、ね、ブワーッタ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 ッ。さすが千引き屋、千引き屋でございます。ありがとうございます。いろいろとこうやってね、ラジオ聞いていただいたりして、はい、送っていただいたりしてありがとうございます。本当に、ね、ほんまに、やっぱり、ね、大事ですね、はい、食ってすごいですね。みんなを喜ばせるから、やっぱすごい、みんなわー言ってたもん、ってた、歓声上がってたもんね。ほんまに、杏仁ゼリーも食べたかったな。いや食べたかったな、ちゃうね。売り切れんでも夕方、杏仁ゼリーは。いや、まあ人気やからな。美味しいんですよ。でもあれでしょ、バナナオムレットも人気でしょ。バナナオムレットも大人気です。人気でしょ、この間もね、うん、高島屋行ったらもう2個しか残ってなくてね。ね、オムレットを食べましたけど、もう大人気ですよ。やっぱ千引き屋さんってええもん置いてるから。そうです。ね。フルーツももうすごいいいのが、はい。ね。まあお値段はそれなりにしますけど。高いですよ。ね。ええ。やっぱグッとさっき睨みつけますもんね。やっぱりあのショーケースね。ロールケーキとかも美味しいですからね、すごく。はい。フルーツが、フルーツ自体が美味しいですから。食って大事ですね、本当にね。大事、ほんまに。人を笑顔にしますね。すごいな、千引き屋さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまに。すいません。これからも聞いていただいて。そうです。ね。僕もね、昨日は夜はね、一人焼肉、食べましてね。一人焼肉よくやるんですけどね。なかなかしんどいですね。一人で焼肉っていうのは。あれ、ああだこうだ言いながら食べるのが焼肉なんですね、多分。
あ、みんな大体3人4人ぐらいで食べるわね。だから20、25分ぐらいで終わったもんね、一人焼肉。早っ。3人前食べたんかな。で、ご飯大盛りで。サラダつけて、一人で。うん。一、うん、人でジューチューチューチュー。寂しいですね。でもたまにやるんですけどね、一人焼肉、一人ランチ、ランチの焼肉一人でとかもやりますね。はい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 、はい、普通に焼いてね、自分で食べるみたいな。なんかそれまだ焼けてへんのちゃう、とか言って、うん、とか、うん、あとあれまだあれ先頼んだやつ来てないよな、え、来てないっけ、とかさ、それちょっとひっくり返して、あ、まだいい、うん、それもうちょっと焼いてから俺は食べるとかさ、あ、いろいろ会話はあるわね、うんうん、これ食べていい、うん、もう、あ、もう最後一枚それ食べてとか、うんうん、あ、そういうこと言ってるから、言いながら食べるから焼肉なんでしょうね。一人で黙々と、俺昨日ももう黙々一人でも隣にも一人で食べてる若い男の子って、うん、もうその子はすごかったよ。どんもう天井仰いでたよ、うーんとか言ってたって、うん、一人で。まあ、孤独のグルメとか見て、やっぱり一人で食べる人も増えてんのかな、最近。でもそうね。俺の左の人は女の人一人で食べてたわ。あ、そうなんや。うん。一人焼肉結構多かった。一人席もあるんでね、最近焼肉屋でも。あ、あるよね、そういう。昔よくカウンターで、タクシーの運転手さんがね、独身のね、夜勤前に、よく焼肉食って、はい、背中見てゲラゲラ笑ってましたけどね。なんで笑うんやろね、あれ。なんで笑うんやろ。その状態ですよ。やっぱ最近一人飯は、結構女の人でも一人で、焼肉とか昼ランチやってますよ。そっちの方が多いんかな、やっぱり、うん、で最後アイスクリーム食べて一人で、あ、デザートでいただいて、景色が見えるんですよ、うんうん、新横浜です。あ、新横浜のビルの上の、はいはい、トラジという焼肉屋で一人で、一人でさっと家帰りゃええやん。いや、なんかね、一人焼肉妙に肉食いたくなる、体が欲してる時あるじゃないですか。あるあるある、うんうん、寂しいですわ、誰とも喋らんと。無音や、無音。でも別にそれ平気なんやろ、自分では平気でしょ。ひっくり返してね、うん、でトングで取って、まあ、トング置いて、なんか入れてくれるときあるやん、みんなで食べたら、あるある、うん、これいいよとか、うん、サラダ取り分けたりとか、うん、サラダも頼んでんけど、うん、サラダ4人分になるんですけど、うん、お一人様用でよろしいですかって言われても、うん、あ、そうですね、言うて、そうやな、食べられへん、そんなサラダもな、一人はやっぱりね。でももうだいぶ慣れてきましたね、一人で食べるのもね。お昼もよく一人で食べますからね。何食べてる、一人で。一人で焼肉よく食べます。好きなんや、一人で焼肉。鍋はまだやったことないですけどね、一人鍋。鍋はよし。鍋屋さん。村上昌司さんなんか、一人てっちりやってましたけどね、来ないです。一人でね。うん、なんかインスタライブやりながらね。あ、そうなんや。カメラ自分で前に置いて、これ食べます、あれ食べます、言いながら。まあ、それやったらまだいけるんかな、とか思いながら。流行ってんねんな、ほんまに。結構一人の人多いですよね。いや、もう信じられへんわ。焼肉とか、すき焼きとか、しゃぶしゃぶとか。すき焼きも僕一人でやったことありますけどね。なかなか、すぐ終わりますよ。20分ぐらい。昨日も25分ぐらいやったかな、焼肉。一人で三人前食べてか。うんうん。そうやな。単勝からまず行って、みたいな。あ、一応行くんや。一人でもそういうのはちゃんと。単勝、順番単勝から。単勝から行って、で、カルビ食べまして。うんうん、で、豚カルビ食べたかな。豚な、うんうん。で、サラダと。うんうん、で、キムチと。ご飯大盛り、てんこ盛り食べました。なかなか寂しいですけども、ね。美味しかったな、とかね。うんうんうん。うん、今度いつ来ようとか、うん、まあそういう会話がいるんじゃないですかね、やっぱりね。やっぱりな、そういうの囲むときはね。うん。焼肉お鍋とかはな。だんだん慣れてきましたけども。ああ。一人でね。一人で食べましたよ。でも多いと思う。こういうほら、こういう X でも送ってきて、うん、ヤンスちゃん、うん、私も先週一人焼肉食べました。多い、4人席です、うん。なんかごめんなって気持ちになりました。999円。すごい、これ写真も載せて一人で食べてます。ほら、やっぱり、流行ってるんですって結構。みんな気兼ねせんと食べたいんや、ご飯。いろんな会話も楽しいっちゃ楽しいけど。まあ僕は孤独のグルメという番組のおかげやと思うんですけどね、一人でもどんどん、うんうん、ねえ、行っても大丈夫、恥ずかしくないんちゃうか、みたいな。
この方、ミクチャリスさん、一人焼肉私は好きですよ。つよしさんとリルさんは一人カラオケとか一人遊園地はできますか？あら無理。一人遊園地はようやらんわ。どうしたらいいやろ、どうしたらいいやろ。次何乗るとか、あれ俺乗らへん怖いから下で待っとくわとかさ、ご飯何するとか、言うてんのがええねやろな。一人遊園地は困るな。一人カラオケも行ったことないな。一人カラオケない。そうか、結構みんな一人で行ってますよ。行ってんな。これ僕電車見に行くときも一人がいいけどね。そういうのある。なんか見るとかはね別に大丈夫ですけど、うん、映画一人で見るとか。あ、この方カズピーさん、つよしさんの一人何々はよく聞きますが、レイジさんはどんな一人何々するんですか？いや、もうまさしく電車ですね。電車見に行くときはもう一人、誰かとおると誰かの気持ちも汲んでやらなあかんから、うん、そっちにも付き合わなあかんっていうのがやっぱ嫌やから、うん、お互いやっぱり結構個人行動いうの多いよね、鉄道好きは。映画とかは僕は一人でよく行きますけどね。でも映画も見てな、あれあそこのシーンあれやったなとかやっぱり言いたくなれへん。それやっぱ誰か、いやまあ映画はまだ別に、うん、うんうん、ただご飯やね、問題はねどうやったら楽しくて一人で食べれるかってことなんですけども。居酒屋とか大丈夫？一人でもし行く。あ、それは無理やな。ちょっと無理。うん、居酒屋とかはちょっと良いかな。あと東京やったらお蕎麦屋さんでさ一人で飲んでる。あ、それはいけるいける。あ、一人蕎麦はいけるな。一人蕎麦は、あ、まあ多いもんね。まあカウンターぐらいあれば全然何でも。一人喫茶店もよくやりますしね。あ、まあ喫茶店はね。うん、そうか。この方は X で、うんうん、何さんですかこれ。まあ何さんは一人焼肉は全然平気だけど、うん、休日の一人フードコートはきつかった、うん、え、嘘一人フードコートやるで俺。あ、一人サービスエリアやるもん。あ、全然いけますよ。あ、サービスエリアわかる。一人でな、パパッと食ってパッと、うんうんうん、帰っていくことはよくありますけど、ね、それこそなんかね、豊さんが前言ってた逃亡者の気分になれるわね。そうそうそう、あれ誰かに追われてんねんみたいな ね、うん、でも早く食って車乗って逃げないとみたいな。一人でやってますけど。フードコートは一人フードコートええなあ。まあそれは別に大丈夫やな。でも周りが家族連ればっかりやからね。一人居酒屋なんか一人のおじさんよく飲んでるでしょ別にね。あ、まあ小さいねお店とかやったらそうやね。カウンターがあって、うん、カウンターがありゃ一人でもいい。一人でも全然行きますけど ね、いいですね一人ね、うん、楽しんでますよ。なんかね、ワイワイするのが別に嫌いじゃないんだけど。この方は島猫生活さん、うんうん、僕もよくディナーで一人焼肉行きます、はい、お肉5皿ハイボール5杯行っても45分ぐらいで終わってしまいます。早っ。ハイボール5杯も飲んでるのかいな。いや、結構飲むなそれ一人で。すごい会話なしやから。この方サイゴンさん、強さん、うん、今度ご飯食べたくなったらレイジさんに今から飯行かへんって誘ってみてくださいよ、うん、この間あのトロサーモンの久保田君とランチ行きましたけどね。あの営業のね、営業の合間にね、合間にね行きましたよ、うん、ほんまにね。久保田君のあのマグロトロロを僕は食べてしまいましたね。僕の皿のね、お盆の上置いてるから僕のもんやもんで食べたら、そうそう、うん、久保田が僕のさっき頼んだマグロトロロが来てない言うて。そうそう。あ、マグロトロロだったら、あの、お盆の上乗せましたよ言うて、あの、ね、おばちゃんが。おばちゃん。なんて強さんのお盆の上乗せんの俺が頼んだのに。そうそうそう。強さん食うてるやん、もう全部これ。あ、ごめんごめん、久保田。もう一回頼んでええやん。あ、いいです。すねた。すねた。すねた。怖いね、食べ物ってね。食べ物って怖いよ。怖い。先輩後輩関係ない。すねるからね。あ、いらないっす。いらないっす。いいよ、いいよ、頼んだら、ゆっくりしていこうや、まだ時間あるし。あ、いいっす、いいっす。大丈夫です。あんねやらな、だから人それぞれそのタイミングで食べたいとか。すねとったもんな。いや、でもあれ、お店もあかんよな、それ。だって関係ない、頼んでない、強さのお盆に先乗せてくるわけだから、ね。いや、俺だから小鉢やと思って、ついてくる小鉢を思って、うわ、マグロトロロついてる言うて大きい声で言ったのにな、うん、久保田も気づかんと。気づかなかったね、誰もね、あれ。そうなんですよ。まあね、まあそういうことがありますわ。みんなで行くと ね。そうね。みんなで行けば行ったでまた誰、うんうん、何来てないとかもあれもストレスけど、ストレスですけどね。まあ確かにね。あれまで来てないんちゃうとか、うん、ちょっと言うた方がええんちゃうみたいな。うん、
みんな普通にね、すぐ出るの頼んでるのに一人だけややこしいの頼んでたりとか。僕なんか結構 UFO ですからね。すいません、来てないんじゃないですかみたいな。あ、通ってますかねとか。あ、すごいな、それ。絶対言います。意外と俺はあかんわ。よう言わんすぐ言う。あ、そう。言った方がええねん、あれ。言ってもらった方がありがたいのね、向こうもな。お店の人も、うん、まあなあ、でもほんまに。そうそう、一人でだからよく行きますけどね。うん、ああ、そう。いや、まあね、もうだから、あそこもお二人、二人しかおらんかったもんね。お父さんとお母さん二人で。そうそう、二人であの大きい店回してますから、しょうがないですけど。結構そこそこ大きい店でね。一人焼き鳥とかもね、やってみたいですけどね。焼き鳥ね。それはよう入らんわな。ごちゃごちゃしてるとこに一人ポツンと。まあ、カウンターあればいけるのかな。お寿司は一人寿司はいけますね、全然。地方行った時なんか一人寿司行きますからね。あ、そうか、行ってね。4800円。回転寿司で4800円取られる。一人で行って。一人焼き鳥ね。焼き鳥も今ほら、なんか、銀座とか、その辺行きゃなんかほら、もう一本ずつ出てくるようなとこ。あ、もうそんなんいいですわ。そういうの嫌いですから。いや、いよいよ焼き鳥もそんな時代になってきたよ。めんどくさいわ。一本。この方も。もう垂れかかってんのもあった。X で、ミーズさん。はい。一人映画、一人買い物、一人ランチ、一人カフェ、一人水族館、一人ライブ参戦。全然余裕やって。一人ライブ。あ、一人ライブはいけるか。でもお笑いなんかでも一人で見に来る。一人水族館はちょっと、水族館がもう俺無理やからな。水族館が無理やからなって。熱ない水族館。しけってないすごい。いや、常にね。常に。あそこは。一人カフェ。あ、一人カフェはいける。まあね。一人ランチいける。一人買い物、うん。うん。買い物は一人やな。あ、そうか。余計。一人映画いける。一人ライブ参戦。あ、一人ライブ参戦もいけます。歌ね。一人水族館。水族館は、嫌いやな。水族館自体があかんのかやな。一人ディズニー行っちゃうなんか、コミュニケーション取られへんやん、魚って。なんかほら、チンパンジーとかライオンとかこっち見てるとかあるやんか。まあいろいろ動いたりはするもんな。うん、水族館なんであの水族館で、イワシの群れが。いや、もうだからなんやねん、どうもねんな、別に。なんで、でっかいエイみたいなのが、白いとこ見せて、ほら、可愛いやんか、あれ、口パクパク、イワシがパパパパパパパ言って。あかんの。なんかね、水族館湿ってんねんな。湿ってるってな。いいやんか、別に。こんな乾燥してるこの方、ネクタイ軍曹さん。僕は一人でアフタヌーンティーに行ったことがあります。どうしても行きたくなって行ったのですが、近くの席の方から、あの人すげえと言われて恥ずかしかったです。アフタヌーンティー別行けんちゃう一人で。多いよ。多いで、おるで。ね、女の人なんかでもおるよね。来なかったはブラックセサミスさん。強さん一人旅はどうですか？あら、私は人生で一回は一人海外旅行に行ってみたいです。うわぁ。一人旅うわぁ、どうやろう、やったことないなぁ。なんか昔箱根行ったことあるとか言ってんかった？一人で。あ、昔ね？何をするわけでもなかったな別に。まあでもそうか、一人で行ってやっぱ最大的ななんかの目的がないと。写真がね、一人じゃ撮れんからね。あ、でも内側カメラやもんな全部。まあ、インカメやから。一人でやらなしゃあないですから、あれもちょっと寂しいです。海外は無理やな。この方ラジオネームパチョレックさん、私は昔一人ボーリングやってました。自分のペースで投げれるんで。本気でやるなら一人ボーリングをおすすめします。一人ボーリングはようやらんわ。振り返ったら誰もおらんやろ。ゴー投げてストライクでパッて振り返ったらもう誰もおらへんな。たまにいてへん、ボーリングじゃ端っこの方でやってない。あ、ちょっとプロ仕様みたいな格好で一人で ね、練習がてらやってる人はいますけどね、おじさんがね。プロテクターつけてね、やってるもんね。確かにね、ボーリングもわーって言うてやるもんやもんね。普通で遊びでやる分にはね。そうそう。だからもう、今度は何か一人なんとかをやってみたいなと思いますけども。一人ね。もう食べ物と真正面から向かい合いますからね。なかなか集中してね。集中して食べれますよ一人は。ただ楽しくはないな。楽しくない。腹を満たすだけ。うん、なんかいろいろ考えてまあこの肉こうめくってこの肉ってとかいろいろ考えてます。この鳥ってとか。ああなるほどね。鳥ってすごいなーって。
食べながらそんなこと、うん、鳥ってすごいな、内臓も食べられて身も食べられて最後骨になって骨出しに取られて産んだ卵は取られ足食べれんのかな思ったら、なんやったらラーメン屋さんで出汁取られ余すところなく行かれてもらうもんね、鳥ってすごいですよね。俺鳥が一番偉いと思うわ、この世の中で。鳥ね、一番あの、うんうん、食に貢献してると思うわ。あ、してるな、結構地球上では結構役に立ってる。卵かけご飯、はい、卵かけご飯ね、まあ、親子丼だし巻き、はいはい、オムレツとかね、オムレツ卵ね、うん、卵だけでもそうやもんね、鳥、うん、鍋、まあ鍋。焼き鳥。焼き鳥みたいな。軟骨。軟骨も食われて。コリコリ。骨、だし。俺ねえ。鳥に生まれてないな。すごいですよね。まあまあまあね、もう全部行ってもらうわけですから。そんなことを思いながらご飯食べてますけどね。一人でね。うん。一人ライブは、うん、うん、みんなあるでしょ。でそのライブ行って、うん、あれでしょ、なんか知らん人と仲良くなったりして、そうそうそう、連絡取り合って次一緒にライブ行きましょうよみたいなね、うん、あると思いますけど。ライブといえばもうすぐね、剛さん来週え、クイーンのライブ、あ、クイーンがねもう最後と思いますけどね。え、そうなん、もう75歳かなんかですからね。75歳で世界回ってんねんで、いや、すごいな、すごくないですか。すごいね、ええ。ドームツアーやったっけ、今、クイーンのね。ドームツアーですよ。今、札幌ですからね。ああ。ほんな行ってんのかな、雪祭り。雪祭り、どうやろう。雪祭り、今やってるのか、ちょうど、ね。今やってるよ、2月入って。行ってるんじゃないですか、雪祭り。雪祭りね。写真撮ったりしてんねん。最後、東京 2Days で終わって帰りますけどね。その前は大阪やったじゃん、京セラドームで。あ、心斎橋筋、うろうろしてましたわ。ああ、そう。ギターの方が。でもなんかやってんの、で、写真、インスタで写真撮ってんねんけど、うん、やっぱ、なんか変な、うん、なんかキャラクターグッズみたいな写真撮るね、海外の人って。日本の。ああいう、何が珍しい、あのコンビニ、大阪なんかでもすっごいコンビニ撮ってない写真、うん、あ、撮ってる、自動販売機とか、うん、撮ってる、何が珍しいんかなと思うねんけど、自販機なんかないんやんな、海外、うん、自販機でキャッ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 言うて、うん、外国の人写真、あの自販機を背に、あ、写真撮ってみんなで、あのファミリー写真撮ったりしますよ。うん、海外で自販機やったら盗まれるからやねん。ほんで、今までいっぱいじゃなかった店が、うんうん、外国人っていっぱいなんよ。ある。あんな別に流行ってもない。な、大阪のどうでもええ店がもう腹の立つ。行ったら行ったでもう外国人が30人ぐらい並んでるんですよ。で、もう一個の店行こうもんだ、もう外国人がまた並んで。しかもそれ別に有名でもないんですよね、うん、世界で。はいはい。だからみんなインスタとか、SNS 見て、それで海外からそこに直行するんですよ。だから、だってアタッシュケース持ってるからね、まだ。あ、はいはい、大きいカバン持ったままね。で、あの、NGK 帰って、師匠方にね、うんうんうん、言うたら、あんな、お前、昔なんか、お前、あんな店、お前、誰も入ってんかったのにやな、そうか、外国人が入ってんのか、あんにゃー、偉そうに言うてましたけどね。いや、そう、外国人がすごいんすよ。だから、この店もなくなるやろなと思った店が生き延びてんのよね。外国の方のおかげでね。方のおかげやね。ちょっと、外で飲むような居酒屋でも外国の人ばっかりやん。いっぱいいっぱい。ね。すごいです。ほんまに。けっけけっけ言うて、うん。なんかヨーロッパの人って、うん、その、本当の日本の文化を知りたいから、はい、ああいう路地裏とか今増えてるんですって。行きたがる。ヨーロッパ系の人はね。はで、台湾、韓国、うん、アメリカの人は、こう、うんうん、ああいうベターな、あ、観光地。観光地お店が、まあ、行ってるみたいですけどね。なるほどね。だからもう、NGK の路地裏も外国人でいっぱいですもんね。そう。なんかもう裏っていう感じせえへんもんね。もう、きらびやかな人いっぱい出入りして。ここ並ぶみたいな。まあ正直ね、そういう店も並んでますよ。そうそうそう。もうおかげで入られへんのよね。はい。入るとこも。デパ地下もすごいんやで、今。外国人。いや、まあ、いやいやいや。ホテル帰って、
食べんのかな、うん、デパ地下でお惣菜とかいっぱい買ってますからね。そうそうそう、何日も泊まってるからね、外食っちゅうわけにもいかんでしょ、外国の人も。僕らが泊まってるホテルが特に外国人が多いホテルでね、はい、うん、もうほとんどほとんどと言っても、うん、大概みんなあの薬局行ってるよね薬局の袋持って帰ってきてるよね。そう、あそこで薬ね、頭痛薬やなんや買って、そう、あの湿布とか、あはは、あの何やったかな、うん、何が流行ってる、うん、あの鎮痛剤とかそういうのを買っていくみたいですよ日本で売ってないから、向こう意外とそうだ、海外ではそういうのもないらしいんですよ。だってそこまで増えたらさ、ホテルのロビーの人まで外国の人やろ、もう今そうです。ほんまに僕らも何年10年以上通ってるホテルですけど、ほんまにあのフロント通るためにハローって言われて、そうそうハローって言われて、もう海外来てるみたいになってるから、ね、みたいになってんの、ほんまに、こっちもハローって言うけど、ね、モーニングコールが英語やからね、ドキドキするの、ね、会うてんのかなこれ10 o'clock 9 a.m. って言うからね、今10 o'clock 10時に会うんだけど、会ってんのかな10時にセットしましたって言ってほしいんだけど、そうやね、じゃない10 o'clock 9 a.m. なんてなんてドキドキすんねんな、あれ韓国語と英語ですからね、あの泊まってるホテルはほとんど、あそこ、あね、日本語があんまり飛び交ってないっていう不思議なホテルに泊まらせてもらってますけど、いやほんまにね、でもいいホテルかね、そこもね、まあいいホテルですけどね、もうほんまにそうや、そうそう、だからこう一人なんとかやってる人、うんうん、いたら教えてほしいですね、うん、教えてほしいしね、まあでも、まあ、そのほんまにあの孤独のグルメでもう流行ってると思うわ、一人で、いやもう俺の隣の子のけぞってたからね、うん、うーんって言ってたねこいつ一人で言ってるわ思ってメニュー見ながらなんか確認して一個一個うーんうーん言って食べてる、だから YouTuber でも一人で食べてんのとかよう映したりしてんのが再生回数が伸びたりするとかいいでしょ、あの一人でなんてことない家で飯食ってるやつすごい YouTuber ありますけどね、あだからそんなんもあって一人で行くのがあんまり抵抗なくなったっちゅう、そうでしょうね、あこの、うん、アフタヌーンティーの、アフタヌーンティー一人で、あネクタイ軍曹さん、うん、X ですね、うん、一人ヌン活の記録です、ヌン活って何、ヌン活、アフタヌーンティーか、超充実した時間ではありました、うん、時間ではありましたっていう言い方がうわーだから、ね、えらい豪華なアフタヌーンティー一人で、あもうサンドイッチ行っちゃったりスコーンあったりとか、高いビルの上ですねこれ、景色がすごいから、そうなんや、うん、あ結構いてるわ、よかった、この人男の人ででもアフタヌーンティーで俺だけかなと思ってた、そういう一人で食ったりしてんのは、これね X で写真あったりするんだけども、アフタヌーンティーね、うん、どこのビルでしょうね、そうこれが気になって もうそれが気になってすまへん、名前これどこやこれ、東京じゃないなこの景色、一人なりでいいでしょうね、一人旅行かな今度目指すのは、あそれやったらおすすめするよ、もう寝台列車乗って、いやその寝台列車がもういいね、もう早く着きたいから寝台列車一回乗ったことあるけど、もう一回一回駅止まるたんびガジャーンドーンすごい一回パッて目覚めて、うん、昔はねなんか駅止まってんの、でまたもう一回寝てボーガーンなんかなまた次の駅止まってる言うて結局寝られへんかったもんな今も客車じゃないからわけわからん、朝7時に着いてやね、ああそう、ね、ホテルチェックインできへんやんが。できへん、できへん、できへん。鬼のような時間過ごしたわ。もう、苦しかったわ。7時から、チェックイン3時。8時間時間潰さなあかんねん。で、結局漫画喫茶入るってわけのわからん。何しに来たんや、思って。まあ、一人旅ね。ね、一人旅。あ、一人温泉巡りとかね。ああの僕はよく考えるの、うん、考えてるのは、うん、北海道から順に沖縄まで降りていくみたいな旅行がしてみたいんですけどね、まあ、仕事はあるからそんなんもできっこないんですけどね、うん、まあでもそれはどういうふうに回る、その例えば車で回るのか、ね、キャンピングカー買って回るのか、うん、まあ、あの電車で、うん、それは北からずっとゆっくり降りてくる、
いや、ゆっくり、ほんなら寝台列車行けるやんか、ゆっくりゆっくりやっても。違う違うじゃん。北海道で風呂入ってって、うん、秋田で風呂入って、岩手で風呂入ってってやらなあかんから。うん、そんな、寝台列車乗ったら、うん、その止まってまたすぐ乗らなあかんから。一泊一泊していくから。あ、土地土地で。なるほどね、その土地でね。そうそう。うん。47都道府県で47アクセなあかんね。この方 X、小心者さん。うん。一人でバスツアーに参加するのはもうじゃなくて。バスツアー？バスツアー。うわ、俺な、ちょっと思ったことあるけど。俺もね、あれ一回行ってみたいな思うとったんですけどね、うんうんうん。楽やん、意外と。あ、そう。なんか全部段取りはその通り動いたらいいんでしょ？ね、ご飯食べるとこ決まってるし。ただ一人やったら一人余るやん。あのほら、みんなでお昼ご飯の時。せやな。焼肉とか、鍋とかやったらどうするの？一人で行ったら、どっか知らんグループに入らなあかんの？要はあるやん、クラスで。ある。うん。じゃあ、あの、三、うん、人ずつに分かれましょう言うて、ドキドキするやつあるやん、学校で。うまいことね、チーム分けになれへんかって。全然仲良いないやつと一緒におる。そう、一人余ってとか。いいやんか、あの、ほら。あの小湊バスの南房総なんちゃらツアーとか、うん、食べ放題ツアーとか知らん人と伊勢海老の殻パーと、いやいや知らん人と伊勢海老の殻取りたないわ。知らん人と伊勢海老の殻取るの嫌やな。浜焼き知らん人と浜焼き、浜焼き、うわ知らん人とイチゴ狩りとか練乳つけてそれはつ、いや、一人バスは辛いな。でも俺行ってみたいな。でも一人バスツアー、今の人はやったことあるんですかね。いや、どうやら。やったことある人はぜひ、うん、ええ、ご意見聞かせていただきたい。中にはおると思うけどね。恥ずかしいわ。いや、まあ、もうね、もう人それで人に合った生き方でね、そうですね。行っていただければと思います、はい。さあ、それでは2時間30分の生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! どうもこんにちは、ザ・ラジオショー金曜日、中川家の0時でございます。つよしです。さあ、このザ・ラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日替わりのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々中川家とパートナーはこの方でございます。日本放送東島恵里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東島さんいかがですか？一人一人もあれば、うん、あの旅も行けると思います。海外も、うん、まあ、出張でしたけど一人韓国ありましたし、北欧の方にも、一人で、あ、そうか、北欧行った、行ってますね。そうです。どうしますの、その一人で、その素朴な疑問やな。そうですね、話すことないじゃないですか。話すことないですね。でもあの結構体当たりで現地の人と何とかしてみようと思ったり。それは英語で、英語で、で全く通じなくて笑える状況になったりいや、その海外行ったらトイレ行きたなった時どうしようとか、うん、そうですね。一回アメリカでやったんですよ、うんうん、あのガソリンスタンドでトイレ貸してくださいって言ったら、うんうん、無視ちょっと差別みたいな、あ、東洋人みたいな、ノーみたいな、知らんって、はあ、どこにあるか知らんって、生意気だから、何よ喧嘩だから言ったから ね通じひんのに何こら言うて言ってもしゃあないな、相手分かれへん、あるとこ分かりませんって言ってますって。いや、そういうのがあった。一人で、なんだから忙しいのすごいわ。でも意外とできないのは一人回転寿司。えそうなんです。そっちの方がハードル低い気はするんですけど。全然行きますよ、まだ行ったことないんです。いや、一人回転寿司、一人海外旅行に比べたら、そう、一人回転寿司なんか、ブリばっかり食べますよ。ブリは全然いいですよいいですかあ、そっちはダメなんや。たまに回転してる寿司、うん、背中向けたりするけどね、一人で暇やから。なんで背中向けて何してるやろみたいな、マグロ来てるとか、なんか一緒に、なんでそれしょうもない遊び、クイズ一人でやってます。あ、そうですか、意外です。日本放送
クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。え？朝注文したばっかりなのに。階段しかなくて大変でしたよね。すいません。あ、これすぐに必要だったので助かりました。発売日に欲しかったやつなんですよ。来た来た、僕の誕生日プレゼント。暑いのにありがとうね。私のオフィスはこの街のすべてです。アマゾンです。地域を支える配送ドライバーを私たちアマゾンフレックスは安定した報酬で支えます。委託ドライバー募集中。詳しくはアマゾンフレックスで検索。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。東京大塚店 0120-274-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け使用上の注意をよく読んでお使いください。過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ、今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。時刻は1時39分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは市川中央インターに故障車が止まっているため3キロの渋滞です。中央道の下り線は相模湖インター付近で作業のため7キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の下りが板橋ジャンクションで事故のため竹橋ジャンクションまでの渋滞です。この影響で中央環状線の外回りは熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまで渋滞しています。6号線の上りは箱崎ジャンクションで事故のため駒形までの渋滞です。7号線の下りは京葉口で事故のため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。ベリーベスト法律事務所より集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に注意が必要であるのが、現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方です。これらの方は給付対象にもかかわらず給付を受けていないことが多いです。最後に、この給付金ですが請求期限があります。期限が切れる前にあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000番、 70-7000番。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。どうも、サンドウィッチマン伊達です。富澤です。土曜午後1時からのラジオショーサタデー、今週のゲストはサルゴリラの2人。サルゴリラといえば2023年キングオブコント王者。そんな彼らとコントについて熱く語ったり語らなかったり、全然関係ない話もしちゃったりします。何も話さないかも。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、明日午後1時から。中川家のレイジです。剛です。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。
さあこちらのコーナー架空のお店商品企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございます。先週このコーナーお休みでして、先々週作りましたラジオ CM 聞いてみましょう。いちごのいちご一会です。どうぞ。甘い、大粒、ジューシー、こんないちごに二度と出会えない、まさにいちご一会。あ、なるほど。あんた今日泊まっていきや。もう帰るて。泊まってきて。帰るて。なんであんたいちごあんのに。なんやそれ。いちご一会やん。一会やん。あ、ありそうありそう。大阪でやってんちゃうこれ、テレビ。やってるかな、うん、CM。多分俺らやってたんちゃうかな。ひょっとして安いセットの前で、安いな、何のセットもついてない後ろ薄水色のとこでやってんちゃう、おかんの格好して安い面かぶって、まあやっててもおかしくないわね、うん、さあ今週も作っていきましょうかね、はい。この方、大梅市の方、仲良くなりたいさん、明太子のラジオ CM 作成をお願いいたします。ご飯にもうどんにも合う明太子、マヨネーズにも相性抜群、なるほど、みんな大好き明太子 CM をお願いします。めん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 明太子ご飯うどんマヨネーズ相性抜群、めん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 明太子、めんめんめん明太子、ドドン、ボウ、めん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 明太子。どうでしょう、 YouTube CM。 めん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 明太子、めん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 明太子、明太子、ご飯うどんマヨネーズ相性抜群、めん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 明太子、めん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 明太子、ドドン、オウ。最後のオウ。めん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 明太子。はい、で、おうってね、おうです、はい。どういう仕上がりになってるんでしょうか。受付メールアドレス ngk@1242.com、 ngk@1242.com、 懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやガソリンスタンド、ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずは、あなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで風邪薬直任でおなじみの全薬グループの全薬販売からお知らせです。お口のお悩みは歯の黄ばみ、歯周病、口臭などいろいろありますよね。当てはまっている方いませんか？特に多いお悩みは歯の黄ばみ、見た目の印象を決める大事なポイントです。例えば白いシャツは清潔感があふれ自然な白さで美しいですよね。好印象になるために白いシャツのような歯の白さ目指したいですよね。ここで紹介したいのが薬用歯磨きオーラパールプラス。独自のブライトニング処方で輝く白い歯へと導きます。薬用成分により虫歯の発生及び進行の予防をし歯を白く丈夫にしてくれます。さらには歯周炎、歯肉炎の予防や口臭の防止など効果効能が11個もあって、しかも研磨剤、防腐剤、漂白剤、着色料は使っていません。2023年2月時点、全薬グループ調べでシリーズ売上が累計150万本を突破し、大変好評をいただいています。私も使ってみましたが、歯がツルツルして気持ちよかったです。一本でトータルケアもできるのが嬉しいポイントでした。こちら、店頭では販売していない限定商品です。今日は通常1本税込み3080円を初回限定のラジオ価格1本税込み1980円で提供します。送料は税込み600円です。また330円相当の歯ブラシ1本と歯の色の変化がわかるチェックシートをプレゼントします。電話番号は 0120-400-3300
0422ラジオを聞いたとお伝えください。お届け、返品、お支払い手数料についてもお電話で0120-400-022。受付は朝9時から夜8時までです。この機会に輝く笑顔を手に入れませんか？日本放送強しエンレジー from 日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。今日の東京株式市場で日経平均株価が3万7000円台をつけ、取引時間中としてバブル経済期の1990年2月以来およそ34年ぶりの高値を更新しました。午後1時半現在、昨日に比べて140円48銭高い3万7003円76銭となっています。外国為替相場の円安ドル高傾向や日本企業の堅調な業績をプラス材料とした買い注文が先行したほか、前日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均が上昇したことも要因となっています。次です。立憲民主党の泉代表は今日の記者会見で、世界平和統一家庭連合、旧統一教会側との関係を指摘されている森山文部科学大臣に辞任を要求しました。森山文部科学大臣は辞任必至だと語る立憲の泉代表です。まあ、ここまでの答弁ですとか対応を見てくると、辞任必至だなと。旧統一教会の関係という意味で、本来であれば総理大臣にちゃんと申告をしなければいけない、これまでの付き合いをですね、申告していなかったということで、嘘の申告をしたということが一つですね。まあ、そして、国会答弁におけるこの言い逃れの連続ということ、そしてやはり文部科学大臣という意味では、この旧統一教会問題はですね、まあ、利益相反になると、この3つでですね、スリーアウトというふうに考えています。一方、林官房長官は今日の記者会見で、2021年に旧統一教会の関連団体関係者と面会した際、推薦確認書を提示されたのかと問われ、私の事務所や面会の調整にあたった政界関係者にも改めて確認したが、提示された記憶がある者はいなかったと述べました。36人が犠牲になった京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告45歳が、京都地裁の死刑判決を不服として控訴したことが分かりました。京都地裁が明らかにしたもので、青葉被告は一昨日付で控訴したということです。青葉被告の弁護人も先月26日にすでに控訴していました。おしまいに、アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手は8日、アリゾナ州の球団施設で翌日のキャンプインに備えました。大谷選手はバットを手に持って室内練習場に入るなど、およそ5時間汗を流しました。大谷選手は去年9月に右肘の手術を受けていて、今シーズンは打者に専念する見込みです。またオリックスからドジャースに加入した山本由伸投手も施設で調整し、小雨が降る中でグラウンドに出てキャッチボールをこなしました。開幕まで2ヶ月を切って、メジャーからもこういった話題が続々と入ってきそうです。この時間のニュースをお伝えしました。後藤さんでした。ありがとうございました。リアル脱出ゲーム、オードリーのオールナイトニッポンのリアル脱出ゲームが開催トゥース。あ、春日に支配された東京ドームシティからの脱出、今やってますんで、オードリー脱出で検索してみてください。おい、リトルトゥース、謎を解いてドームシティを救うこと、死んでもやめんじゃねえぞ。さあ、テーマメールのお時間でございますけども、オープニングでね、一人丸々という話しました、結構来てるんですよ ね、はい、この方、千葉県船橋市チャコさん。うちの次男25歳は先日一人ユニバに行ってました。いろんなところで記念撮影、キャストさんに撮ってもらった上手に食われるポーズとかリアルにやってました。将来が心配な母。大丈夫です。一人でうわーってポーズとんねん。いや、ちょっとそれ無理やな。早かったりするんですって、乗り物乗るの。シングルライドっていう言い方があって、そうそう、あ、そうなんですか。お一人様の列みたいなのがあるみたいです。行ってみるかな。じゃあ、あ、ついさん、ユニバユニバで、うん、
終わってまた焼肉行くか。一人専用のサンナあるんですね。あ、今サンナあんねや。この方夏野さん、横浜の方。私は一人バスツアー参加したことあります。お、北海道での流氷ツアーでしたが、他にも一人参加の方がいたので全然大丈夫でした。その時以来、一人参加ツアーのパンフレットが頻繁に届くようになりました。なるほど。おお、そんなあんねや。ほんならみんな一人で来てるってこと、そのバスに。そう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 、全員知らんねや。ほんなら、まあ、ほとんど知らんやろね。一人一人、うん、その知ってる人も応募したらええんじゃん。一人、あ、もう一人知ってる人も、うん、いや、それやったら二人で行こう。ややこしい話、ややこしいねんな。あ、そうなん、流氷一人で、うん、ちょっと寂しいと思うけどね、これはね。僕はもう全然一人がダメなんで、この方が横浜市の中川もこちょこさん。昨年7月、アナハイムへ一人で大谷翔平選手を見に行きました。4試合観戦し、ホームラン3本、二刀流を観戦できて最高。還暦一人旅は最高でした。中川家さんもぜひ。はあ、野球。女性の方ですよ、この方。ね、行動力あるな。ある、ほんま。でもこんだけね、大谷選手がホームラン3本も打って二刀流で大活躍したら、はい、横に誰か俺は欲しいなと思うんですよね。ハイタッチしたいですね。うわ、見た、うん、て見た。それがないんやもん、ね、ないんか。ないやもん、一人やからね。一人で、いやー、すごいな、すごいな、みんな。この方、腹ペコりょうちゃんさん、江戸川区の方。僕は妻と出会ったきっかけが一人サッカー観戦でした、うんうん、お互いに一人で来てたんですが仲良くなって結婚しました、うん、今では育児時刻なのであまり観戦に行けてませんが、サッカーだけに二人でゴールした、うん、よー、いや、ようやないようやないようとはならないよ、それは。ようとはならないよ、それは。あ、そう。あ、なるほどね。でも、サッカー、なんか、みんな。いや、ゴールって、その、ゴールインと。うん。いや、分かってる。分かってる。分かってる。それは意味は分かってる。意味は分かってるけど、うん、そんなもんはないな、思っただけで。あ、そう。うん。サッカーこそね、サッポーターで、やっぱユニフォーム着て。ラグビー一人で行けるでしょ。あ、行ける。ラグビーは一人で行かなかった。東島さん、バスケは。あ、行きます、一人で。ね、はい。スポーツ観戦は一人で行けるからね。そうかもしれない。でも一人で行ったら、やっぱ誰かと喋りたいなっていう思いはありますよ、そういう気持ちは。分かち合うことはできないですけどね。分かち合う楽しさと、一人で黙々と見る楽しさっていうのもいろいろありますけどね。この方、ゆきあいさん、横浜の方、この方もね。自分は一人ゲレンデに行き、スキーを楽しみます。おー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 。ゴンドラでカップルと相乗りになるのが辛いです。あるわな、50歳4人乗りとかあるから。スキーの一人でやってるのかっこええと思うけどね。でも結局みんな一人やからね。あの、一緒に乗られへんからだんだんこうずれてくんね、みんなで行っても。結局一人で滑って、で結局下で待ち合わせという形になりますよ、スキーは。ほんで、あったかいうどん食べて。そうですね。うどん食べてもそっから二度と動かないし。あります、あります。ねえ、ありますわね。スキーはいけますよ、スキーね、うん。この方どうでしょうか。徳島県の方ですね、三好郡、リバーテールさん。私、いちごが大好きで一人いちご狩りに行ったことがあります。おー、かわいらしい。みんな結構行くな。そう、みんな好きなんやね、一人ねえ、結構全然平気なんやな、うん、俺だけかな、うん、こんなことを一人一人わわ言うてんの。今の今日の女性スタッフ、うん、若手スタッフは大体いけるっていう感じですね、うん、はい、行けますか、世代もあるかしら。いちご狩りもいけますか、一人で。あ、いけるいけると。でもこれもさっきの話じゃないけど、いちご狩りもみんなで行っても結局いちごどれとんのかって。そうやね、一人やから一人になるからね。確かに。孤独との戦いやからあれ。そうですね、この後も待ってます。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買い取りはカメラの北村。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、
遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。乃木坂46久保しおりです。第49回ラジオチャリティミュージックソンへの温かいご協力ありがとうございました。ミュージックソンの募金受付は終了しましたが、 LINE 公式スタンプは3月14日まで発売しています。私のイズイーなど取り下ろしボイス付きのスタンプをぜひ使ってみてください。ザ・ラジオショー2時です。午後2時を回りました。中川家の0時です。強しです。日本放送東島エリです。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分まで生放送。それでは2時の強めろちゃんのお天気です。お願いします。お願いします。はい、あ、すごくいい天気ですね。あ、いい天気、今日はね、うん、もう桜が咲くんじゃないかなんて勝手に思いますけれども、ね、それはさすがにないでしょう。まだそれはないですか。はい、ないですね。それはさすがに。さあ、今日はちょっと暖かいですよ。はい、 9.4 度、はい、湿度は 43.6% です。なるほどね。いや、この間もね、あの月曜日雪がたくさん東京都内も降りましたけど、うん、どうです、千葉は。ガンガン走ってました、私、車で。大丈夫でした。ザクザク言いながら。あ、そうでしたか。まだアイスバーンになってないので、意外と走れるんですよね、あの時に。なるほどね。はいはいはい。いろいろ通行止めになったりとか、大変なね、時でしたけど。はい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 。早い、何を、こっちが急ぐんです、それは。何をですか。あ、何をですか。メールが来てます。はい。国分寺市の、吹き出物さん。あら、吹き出物大変。つやめろちゃん、こんにちは。私はついついピーナッツを食べすぎて吹き出物が、出ちゃったりします。つやめろちゃんはついつい食べすぎちゃうものってありますか。スコーンですね。スコーン、うん、小池屋の。あ、スコーン、スコーン、小池屋スコーン、スコーン、スコーン、小池屋スコーン。カリッとサクッと美味しいスコーン、カリッとサクッと美味しいスコーン。急に終わるやつですね。昔 CM あったんですよ。あ、ずっと食べてしまいますよ。危ない、ポテトチップスとか。あ、はい、お菓子、スナック系がついつい食べ過ぎてしまう。その前にいちご大福食べた後なんですけど、食べ過ぎですね、それ。しょっぱいものがね、食べたくない。いや、まあ、なりますけどね。皆さんも今言ってましたよ、さっき、オムレット、はい、バナナのオムレット、千疋屋、うん、食べると。しょっぱいの食べたくなっちゃうって聞こえてきました。はい、あらま、その後おせんべい食べてました。いいですね。なんてわがままな口なんでしょう、人間って、ね。渋いお茶を飲むと、もうこれでもう一日も完璧ですよね、おやつなんかは。なるほど。私はスコーンを食べ過ぎて、もう指の先がスコーンの匂いが2日ぐらい取れないとありますよね。ありますよね。それでもないけど、2日も残ることはないと思いますけど。みかん食べ過ぎてほら、はい、手が黄色くなっちゃうことありますよね。ありますって言いましたよ。怖いな。目がバキバキです。絶対うんって言えよって言うの。ありがとうございました。お天気お願いします。お天気です。関東地方広く晴れて日差しに恵まれています。ただ気圧の谷や湿った空気の影響で千葉県と伊豆諸島は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降る見込みです。各地の最高気温10度から12度前後の予想です。風も比較的穏やかで、日向ではほっとできそうですね。夜はまたぐんと冷えますので、お帰りが遅くなる方はご注意ください。さあ、この後はモグライダーさんが生登場です。はい、ラジコですとクリアな音で無料で聞けますので、スマートフォンアプリラジコも使ってみてください。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800、東京税理士会所属税理士法人48。やってやるか。主演ムロツヨシが一人二役で挑む誰も見たことのない忠臣蔵。生きています。ピンピンしています。江戸中を巻き込んだ絶対にバレてはいけない大芝居の行方とは。わさび劇場。映画身代わり忠臣蔵大ヒット上映中。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。
お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。 Welcome to the radio show guest show. Let's get started.さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日一組目のゲスト、この方々です。どうもこんにちは、モグライダー柴大輔と、はい、ともしげです。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりです。お久しぶりですね。2年ぶりぐらいで来ていただいて。そうですね、はい、結構飽きました。どうしました。1年ぶりじゃないか、2年ぶりぐらいなのか。そうですね、22年の4月4日、はい、4月15日。10月、あ、10月もあるんだ。10月15日。2回ある。まあまあ、はい、近い近くもないですかね。よろしくお願いします。まあいいんじゃないですか。厳密に言わなくてもいいんじゃないですか。厳密にはね、まあまあまあ、なんとなくで。いや、なんかね、ともしげ君大きいんやね、意外と。いや、大きいんですよね。やめてください、剛さん、その質問。なんで機嫌悪くなるんで。機嫌悪くなってないです、別に。もうしょっちゅう聞かれてるんで。はい、あ、まあまあまあ、答え飽きたか。はい、いや、身長同じぐらいなんですよ。175、175で、身長同じぐらいなんですけど、体重が僕倍ぐらいあって、柴君50キロ、僕100キロぐらいあるから、大きく見える。さっきそんな優しく喋ってくれへんかった。いや、そんなことないですけど。リアルにやろうか、剛さんが聞いて、俺がともしげ、ともしげって聞いて、俺が。え、なんかちっちゃく、あ、大きく見えるね。175ですね。はい。あの、しばらく一緒なんですけど、いつも前向かい見えるんですけども、はい、はい。めんどくさいの？ねえ、めんどくさくないですよ。いう感じやったよ。なんか、誤解されやすいんですよね、僕。あ、そう。はい。最近、あの、ウエストランドの井口くんとかにもよく言われてるんですけど、僕、あの、店員さんにも横暴だみたいな。あ、そうそう、なんか、そんなこともないですよ。僕は確かに、その、生みたいな言い方、その、ご注文なんですかって言ったら生みたいな言い方してるらしいんですけど、うん、そんな言い方してないですよ。生って可愛い言い方しなかった。違うんですよ。もう違う。これはだから僕が一生懸命、うん、その、ひた隠しにしてきた部分だったんですけど、やっぱりもう僕ももう疲れちゃって、はい、だんだん手を離してきたら、あっという間に知れ渡った部分だから。もうフォローせん。ともしげ君もしかしたらこれで。あれ、いや、そう、だってないですけど、なってないですけど、ちょっとね、うん、生ビールくださいって確かに言わなきゃいけないのかなっていう、確かに生っていう、なんか、ついついと。なんかでしょ、店員さんの顔も見んと、まっすぐテーブルの方見て、はい、生って言うんでしょ。いやいや、店員さんの顔見てますよ。あ、見てる？見てて、でも、うん、生って、確かに、こう、言い方なんですかね。タクシーの運転さんにも、ストップって。怖くない言い方。そんな、もっと可愛い。ストップっていう。言い方、もうちょっと。そもそもストップでいいわけないです。ストップでお願いしますぐらいの、なんか。もうちょっと行ってもらって、そこの信号のとこで止まってもらってもいいですか、うん、そういう言い方がやっぱいいですよね、うん、本当はね。そんな急にストップって。あ、ストップびっくりするわね、ねえ。そうか、ね、難しいですね、言葉って。言葉というかね。まあまあまあ、確かにそんなつもりはないんですけど。うん、でもほんまに常にこんなことをずっとともしげって言われるわね。言われますね。いろんな分野で。ね、ほっとかれへんなんか感じがしてね。そう。だからみんな好きやからやっぱそういうこと言うんちゃう？なんか可愛いと思ってくれてね、近づいてくれるんで、みたいな。意外に、そう、怖いんですよね、顔とかがね。なんか顔怖い。怖い。確かに。目も意外に怖いし。確かに怖い。グーってむくんでね。そうなんですよね。なんか怖いですよ。可愛くないのかもしれないなっていうのを思いながら。柴君は柴君でも、腰は痛いわ、首は痛いわ。おばあちゃんですよね。おばあちゃん。おばあちゃんなんですよ、本当に。おじいちゃんじゃないんですよ。おばあちゃんなんですよ。おばあさんの体になっちゃって。いや、前も来た時言うたけど、俺、ほんまに恵比寿の駐車場で。タイムズって倒れ込んでんの忘れられへんな。なんか炎天下でしたしね、あの時。はい。恥ずかしいとこ見られました。もうそっからもう、腰はだいぶマシになったんですけど。いかにも身軽そうで、こう、ダンスもうまそうな雰囲気を持ってんのにね。いや、そう、昔はまだね、子供のうちは運動も全部できたんですけど、今もうダメですね。ダメ。老眼も始まりました。あ、悲しい。悲しいお知らせ。あ、そう。悲しいお知らせ。40歳もね。そうなんですよ。ショックでしたね。
キャバ嬢、キャバ嬢が、爪の、こう、かけた、つって見してきたら、もう、ぼやけてんの、どこ、あら、どういう、どういう状況で、どういう状況で何やってんの、遠ざけたらパキッと見えたんで、うわ、今、今始まった。キャバクラで、キャバクラで分かったの、キャバクラでは。はい。全然楽しめなかったですね。俺は老眼なんだ。俺は老眼なんだ。ほら。今始まったんだよ。悲しい。悲しいな。投資は大丈夫なの、老眼。僕意外に、健康的ではあります、本当に。あ、そう。ちょっと肥満っていうぐらいで。うん。はい。そうね。あ、今まで病気したことないの、うん、あんまり病気しないんですよね。目もいいし、うん、鼻もいいし、うん、鼻もいいし、うん、視覚とか、こういうのは結構いいんです。耳も聞こえ、よく聞こえがいいから、スペックは高いはずなんですけどね。あ、そうなんや。内臓とか内臓もそんなに悪くないです。お酒も結構飲んでるけど、別にいけるんで。あ、そうなんや。健康体やねんね。健康体。健康体。うんってなんや。ちょっと待って、何も言ってないです。うんって言ったんか、お前。健康体やねって言ったら、うん。ちょっと待って、ごめん、先輩、めんどくさかったらめんどくさいって言って。いいよ、うちは大丈夫。全然大丈夫、僕らは。うん。なんかそういう節あるよね。まあそうですね、その。この話はええけど、その話はもうええわ、みたいな。まあ、自分だけ、僕あるんでしょうね、線引きが。話をそらす癖は確かにありますね。なんか、本軸でなんか自分があんま話されたくない話の時、ちょっと。まあ、タカ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 タって喋るよ。そう、なんか。話をそらしちゃうっていう。音だけで、なんかもう。タカ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 タって。ドミノの音みたいな。ドミノの音。タカタカタカタって。たまに。ミスって倒したドミノの音。そうそうそう。まだ途中なのに、みたいな。すいません。いやー、M1 ぶりですね。回すなよ。お前が回そうと。回してくれてるやん。ありがとう。やっぱジョンソンとかやってるから意識高なったんじゃん。まあ、ジョンソンも楽しいですね。ジョンソンも、まあ、ありがたい話なんですけど、最近、ジョンソンやってることに。まあ、ダメではないんですけど、まあ、誇りを持ちすぎてんのか、この間、年末ぐらい、うちの、うっちゃなんじゃの南原さんと、こいつがご飯連れてってもらった。事務所の大先輩。こいつがおごろうとしたらしくて、南原さん。ええ南原さん、僕が出しますジョンソンやってるんで、僕も、って言って。すごいな。いや、ボケというか、なんか、ちょっとね、お世話になりすぎてるから、ちょっとたまには、お金出した方がいいかなっていう、ちょっとだけ、ちょっと。違いますボケほんまに。ジョンソンやってるからって、それいらんやんな。ねえ、ジョンソンやってるから。その時なんかそういうの、なんか流れ的な感じでね。いや、なんかよくわかんない。マネージャーがそれ聞きつけて、後日ちょっとたしなめたんですよ。その、南原さんにおごろうとしたらしいじゃないですか。すごい失礼ですよって言ったら、いやいや、普段お世話になってるからね、って。そのなんか、あ、感覚がちょっと違うんだって。なるほど。悪気はないんでしょうけど。あ、今回だけはもういつもお世話になってもら、あ、お世話になってるんで、払わせてもらってもいいですか？言い方でしょうね、なんか。言い方やと思う。どんな言い方でした？ジョンソンやってるんで、出します、みたいな。言い方って難しいですね。出してるんで出します。もっと、あれですよ、今回、いつもお世話になってるんで、今回だけお会計払わせてもらってもよろしかったでしょうかぐらいの、もっと下から、低空飛行というか、そういうの。相手誰だと思ってほんまやで。そうそうそうですね。もうね、事務所の大体ね。はい。そうなんですよね。そうね、言ってしまうというね。でも、優しくて結構、楽しい環境かだったんで、ちょっとついついそんなこと。あ、なるほど、甘えちゃって、結構、軽快なトークも盛り上がっててね。っていう話で、急に一回も俺の顔見てくれ。人の顔見るのちょっと苦手なんですよ。向いてねえだろこの仕事。そうなんですね。いやでもそうそう。だ M1 ね。あ M1 もね。一番ね出順が最後で。そうでした。そうです。いやすごかったです。疲れますねあれ一番最後まで待つのも。最後ね多分疲れるしました。本当に。ね、なんか密着のやつでなんかネタ合わせするかどうかみたいなんでなんか迷ってるとこがねもうぐらいに映ってたけど。ありました。もう本当に今回はライブもあんまりかけないでネタも本当10回ぐらいやったかなぐらいで。まあ、あんまりこう、調整するような、あれでもなかったんで、やってみたら、ちょうど賞味期限ギリギリのタイミングが決勝の日でした。これどうだったですかね。じゃあ、なんか難しいのよね。どうだったですかね。レイジさんと笑ってたんですか？見れなかったですよ。レイジさんのこと怖くて。笑ってないわ、笑ってなかった。笑ってない。いやいや、笑ってなかったか。笑ってないことはない。だから、ともしげがこんなうまいことやってまうんやと。あ、うまくやってた感じしましたね。そう。よくなかったのか。錦野明さんとかちゃんと言ってたから良くなかったってことなんですかね。もう錦野かけらさんとか適当になってた方が良かった。いや、そういうことじゃない。どうすればよかったですか？どうすれば点数伸びました？
やなんかしゃーないんじゃないこればっかり。いや他なんかねもう一つ違うネタがあの検索ちゃんでやってたね。ああはいはい、あの相棒のやつですね。相棒のやつとか、はい、あっちの方が良かったんなんかそれ花輪さんにも言われました、うん、めっちゃ言われました。あれでいいんじゃないとかっつって その花輪と言ってたのよ。あ本当ですか。休憩の時にトイレで、ああっちのネタの方が良かったのに。いやなんかそれ言っていたぞ、ま、なんか間違えてもあのいけるし、いける、はい、そうまあまあ、まあなね、今更そんなこと言ってもな言ってもしょうがないね。準決勝は結構受けたんでそれでいけるかなと思っちゃった。なるほどね。さらばあるよそれは。でもむずい、むずいっすね。あればっかり蓋開けてみないとっていう感じですね。出る寸前まで悩んでんのどれでいこうかみたいな。やっぱりみんなあ一応は、うん、その考えるんですけど、でも、うん、まあ言ってその準決勝でやったやつで上がってきてるんで、大体みんなそれをやる感じだと思うんですけどね。ライブでどんな感じか見てみたいね、モグライブ。ああ、うん、そうですね。ライブでもうテレビ回ってないとこでやってるあの雰囲気がもっとええんちゃうかな。難しいのよ。意識しすぎちゃったんですよ。あと、しかもその令和ロマンとモグライダーどっち残すかみたいになっちゃったじゃないですか。はいはいはい。それだったからよりなんか、令和ロマンの方が良かったのかなと、その、だからその、なんか悔しかったですよね。その、モグライダーを上げるのか、令和ロマンを上げるのかみたいな、二つに一つだったじゃないですか。うん、だから明確に。何の時、うん、何の時その最後。そんな時あるいやでもさ、最後そうだったらそうなるじゃん。令和ロマンを。ね、最後やったから、ね。最後やったから。ああ、その、さ、点数というか、まあ、その、もうその感じになっちゃったのかなっていう。あ、そういうことね。令和ロマンより受けてなかったのかなっていう、ちょっと。ちょっと難しいよ。でも僕らが勝ってたらね、ないよ、令和ロマンが優勝してたから、もしかしたら優勝だったかもしれないなとか、いろいろ考えてますよ。考えてますよ。そういうことね。あそこで勝ってれば、令和ロマンに勝ってれば、違った未来があったの。で、奥さんが見てたりして何か言われたりしたの？なんかね、でもまあまあ、うん、僕はいじけるんでね、お風呂とかでブツ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 言ってるから、あらなんか、ジメジメするからやめてとかは言われますね。うん、なんか、そう、湿気お風呂だけ。まあ腕上げて、いや腕上げてない上げてないですけど、昨日から考えたやろ、上げてないですけど考えないです別に。そうモグライダーほんま俺劇場でゆっくり見てみたい。いやそうですね、うん、マジですごいライブとか楽しそう、4分だねとかもダラ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 する時もありますけどね、本当にもう調子にもよるんで、やっぱりその、はい、ああ、間違え、今日間違えないなと思ったら、もう無理くり、こっちも何癖つけて。わかる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 。あそこができてないとかね。はい、どうにか転がそうと思って。ほら、ともしげともしげでね、普通に怒ったりする場合もある。怒ります。俺も結構怒る時あるんで。なんなんその、逆切れみたいな。意外に怒る。行くとき行きますよ。いや見てみたい、見てみたい、ね、そうそう、うん、そういうなんかどこがなんか魅力やなと思うね。なんかそうですね、やっぱり難しいもんですね、あの4分でっていうのは。だからすごいことやってんのよ、だからモグライダーって、やっぱりいつもより早口になってる、自分で分かるのそれは、うん、いやあんまり分かってないです僕は。私は自覚ないかもね、個人的に早口なんですよね、なんか行き急いでるというか、なんかせっかちなんで。そう、あ、せっかちなんや、もともとせっかちで結構、まあ、まあ、ダダダダダって喋る癖はあるもんね、なんかゾマホンさんみたいな喋り方あれ、私はみたいな。確かに確かに。ベナン共和国の方が早いのかもしれないですね、なんかね。だから結局最後の絡みのとこでね、緊張、感情って言ったとこ、あそこ、どかすごい。あそこで、ね、でもあれはあれでなんか意味なかったれましたけど。意味ないことないよ。点数入んないんですもん、だって。いや、入らへんけど、やっぱそれやねでも、あれをなんか、本人が味しめちゃったらしくて。それは言わなくていい。その後、あの、仲いい芸人、その、井口だ、三種の小宮だとかが、お疲れ様、みたいな、ラインくれたらしいんですよ。それの返信になんか、感情したわって、自分で文字で打って、あららしたらしくて。で、あららららまあちょっと偉かったかなと思ったのは、ちょっとまたってこれは違うかと思って自分が、うん、取り消してたらしい。あまりにも静まり返ったんでね、あのさっきまですごいなんかお疲れ様でした頑張ったねみたいな感じのなんかグループラインが俺が変なことに送ったら冷めるわだから冷めちゃったから冷めるわ、しまってしました、ありがとう、まだ頑張るねみたいな。ともしげくんらしくないわ。そうなんですよ、僕らしいのは僕分かってないんですよ、なんか
テレビ局の人とかにも言われたりするんですけど、なんか、ともしげさんらしさを出してくださいって言うんですけど、うんうん、そんな簡単に出ないし、何が僕らしいのかが全くわかんない。そんな簡単に出ない。そんな簡単に出ないですよ。らしさって何ですか？簡単にね、そんな。ね、出ないんですよね。わかるかいよってね。ね、自分らしさってね。ね、怒っちゃったやつ、だから僕モテないキャラですよねってなんか、うん、そのテレビ局の人に決めつけられてこの間やってたなんか難儀したら僕らが司会やらせてもらってる番組があるんですけど、深夜のそれ若い女の子たちがひな壇にいて、うん、その日ともしげがその子たちに相談するみたいな企画だったんですよ、うん、で一応段取りで僕はどうすればモテるようになりますかっていう質問をともしげさんしてください、女の子にそれ答えを用意してくれてるんで、はい、みたいなの台本上あったら、こいつが、僕はそもそもモテているのでこの質問は言えませんって、あらら、嫁も子供もいるんでね、あら、事実結婚できてるわけですから、僕がモテてないっていうスタンスで相談するのはおかしいって言って、えらい剣幕で怒ったらしくて、あら、もうどうしよう、変なプライド出てきて、あら、まあ、でもまあいろいろ話した結果、結局まあやりましたけど、モテてないっていうのも言いましたけど、うん、やっぱそういうこと言うっていうことはやっぱ自分のことを結構男前やと認識してるんだよね、うん、それこそ二の線で言ってる、ね、意外線もあるのかもしれないですね、うん、気持ちも坂田師匠と一緒だそうね、普段アホとか、うんうん、ああいうキャラハゲとか言うたら誰やだおら普段ね、まあその感覚はあるのかもしれないな、うん、なんかいいタイミングと悪いタイミングがあるんですよね、なんか、いやでも悪いことちゃうよ、心が2枚目って、うん、まあまあね、心に2枚目は悪いことじゃないです、ね、そうそうそう、ええことで1回ぐらい見てえな、こっち首を振るとむずいっすね、絶対見ないっすね、むずいっすね、むずい、こっち向くのむずい、むずいけどいやでももうお子さんも、で子供だからいくつになったもん、子供がまあ10ヶ月ぐらいで、今、うん、ハイハイをやったりとか、かわいい、結構かわいい時期ですね、なんか言葉を喋るか喋らないかぐらいの感じの、あー、うーみたいなの。可愛いね。はい、可愛いですね。どっち、男の子女の子？男の子ですね、男の子で。まあ、離乳食あげたりとかいろいろ。してんの？僕もしたりしますけど。偉い。でもやっぱ奥さんの方が好きっぽくて、なんか僕が抱えると泣いちゃう時とか多いですけどね。うん、うん、忙しくてあんまりこう、会われない。会われないのもありますね。ねえ、そうそう。忙しいもん、そらもう今や、ともしげ歌ってそら。ねえ。ねえ。忙しいでしょ、休みないでしょ、ともしげさん。そんなこともないけどね。まあ、ある日もあるし、まあ、ない日もないし。ない日はないの？ない日はないの？ない日はないって言いました。ブラマイゼロの。ある日もあるし。なんかお手伝いしたりしての奥さんのこういろんな育児のことに関しては。まあ、離乳食も。ご飯はともしげが作るらしいです。はい。あ、得意やもんね、料理。調料理したりしたりが。でも、うん、掃除とかをたまたましてて、いろいろ片付けてたんですけど、うん、奥さんのパソコンも捨てちゃって、怒られたみたいなことありますけど。絵が浮かばない。ほんまやな、ね。絵が浮かばへんわ。そんな簡単に言われても。パソコン捨ててる絵が浮かばない。なんかどうやらパソコンもあったらしくて。それ何してる途中にこうおかしいなと思いがった、パソコン持って。一回多分パソコンをね、ゴミ箱の上かなんかに置いたんですけど、その後入っちゃったみたいな感じだった。入っちゃった。入っちゃった。入っちゃった。危なく、本当に捨てるところで、まあまあ、ゴミ箱に入っていってるすごい。目の前のもんを一回、全部なしにしたいんでしょうね。だから、その、一掃しようと思ったら、その、まあまあまあ、そういうのもあります。パソコンも、何が何とか関係ないんだよね。なるほどね。はい。とりあえずこれ片付けなさいって、全部そこを片付けなさい。そこを一回、さら地にしたいっていうね。おかしいな、こんな僕でも、でも、うんうん、秋元真夏ちゃんっていう子が、うんうん、僕と結婚したいって言ってたんですよ、この間。はい、あの、あちこちオードリーかなんかで、あの、見てて、僕が出てない時に、まあ確かに共演したことはあったんですけど、うん、そんな僕のことがいいって言ってくれてたから、うんうん、なんか、うん、そうなんだと思ってちょっとドキドキしてたら、たまたまこの間収録があって、一緒なんだ。別でね。ジョンさんの収録にあって、来てくれたんですけど、うんうん、ドキドキしすぎて話せなくて、うん、なんか見取り図の森山も結構好きだったらしくて、見取り図の森山がめちゃめちゃ喋ってて、うん、すごい悔しかったです。なんでその話待って聞かなきゃいけないんだよ。だから俺も森山みたいなキャラだったらなーっていうのはやっぱ。もったいないでしょ、時間。悔しかったですよ、だってもうええやん、そんなん前。だからお前結婚しちゃってんだから。それもあるけど、でも話したりはしたかったじゃないか、なんかそんな話をね。でもこんなご時世やけど、なんかチャンスがあれば、そういう浮いた話もええのかなって思うの、友人は。ああ、まあそういうの憧れて入ってきてる。まあ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 そうではあるんですけどね。すごいじゃん。そうですね。すごい時代にすごいこと言ってる。すごい時代にすごいこと言ってる、これ。やばいよ。逆のことでもまあなんかね、そういう、なんか、好意的に持ってくる
てるっていうことは、うん、モテてるってことにもつながりますし、まあ、確かにそう、まあね、いうのをね証明したいっていうのはありますね、やってくれてんだからね、ね、そらそや、いや、そらそや、そこ行けたらやっぱりそのスタッフもね、うん、番組のスタッフも、うん、そんなお前にどうすればモテますかなんていう台本書いてこなくなる、うん、そう、立証にはなるから、芝くんがねやっぱドラマーの仕事がやっぱ多いんでね、うん、あ、そうか、そう、モデル、いや、たまに、ね、いろんなドラマの1話目にちょっとだけ出るっていうのいっぱいやってる、ありがたい仕事で、すぐ終わるんで、はい、この間もだから日曜劇場やってる、うん、はいはい、1話目にちょっとだけ出してもらったんです、僕、あれか、TBS のさよならマエストロっていうので、あの芦田愛菜ちゃんの上司役みたいなやつで、はい、でもその、うん、髪もなんていうか、こう上げずに、うん、割とナチュラルなやつで、眼鏡も取って、うん、やったんで、はいはいはい、どこに出てたのかわからないっていうニュースだったそうか、そうか、はい、もうほんと一緒だった、芝はなんかいろいろ変装できそうやもんね、なんか結構多いんですよ、その CM の時とかも、はいはい、この普段と違う方でっていうのが、結構声でバレたりはするんですけど、はいはい、でもそのドラマはたまたま、うん、東京ホテイソンのタケルが、うん、僕が出てるっていうのを知らずに見てたらしくて、うんうんうん、序盤で途中なんか緊張してるな、うんうん、この俳優さんみたいな、なんかストーリーの邪魔だなみたいな初めて見る俳優さんだから緊張してんのかなって思って、ようよう見たら芝だってなって、そう、だからちょっと恥ずかしかったですね。だから同業者でもそうやってよう見な分かれへんぐらいぐらいですね、変われるんやもんね、だからどんどん、だからそういうの映画とかね、そんななんか増えそうやもんね、モデルもねやってるし、僕もだから呼んでほしいんですよ、え、さよならマエストロちょい役でもいいんで、本当に、僕もなんかその 最初話に出たわけだし、僕が、うん、だ最終話に僕呼んでくれれば完結するわけじゃないですか、最初話っていう、最初話いや完結はせえへん、なんか僕も出たいですか、さよならマエストロ、モグライダー、モグライダーでこうつなぐみたいな、その最初と最後で、ね、だから何か 何役でもいい、誰が喜ぶのそれ、モグライダーでつないでさよならマエストロ、お前多分奥さんも喜ばない奥さんも喜ばないやめなよ、そういうのやりたいの、やりたいです、やっぱ出たかったんだね、こうちょっと殺人鬼っぽい、殺人鬼っぽい、もう僕最悪そうっすか、僕そんな殺人鬼みたいなやつですか、うんね、そうね、なんか街のその八百屋さんとかそういう感じでもないね、ないのか、ね、ちょっとサイコパス的な感じですか、実は犯人ともしげやったみたいな感じが似合うと思うね、うん、僕は、実はっていう、実はね、なるほど、ほがらかに愉快犯みたいな感じですか、愉快犯とあんたちゃうと思うけど、凶悪、凶悪犯、凶悪犯、凶悪犯ね、ちゃうな、違うかさあ交通情報を挟みまして、引き続きモグライダーお付き合い願います、はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。時刻は2時27分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの佐々木さん、お願いします。はい、高速道路の状況です。中央道の下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで4キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは神奈川県の小倉山トンネルに乗用車が故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは市川中央インターに止まっていた故障車は移動しましたが3キロの渋滞です。首都高速道路は羽田線の上りが芝浦で乗用車同士の事故のため5キロの渋滞です。4号線の上りは永福を先頭に中央道の神代寺バス停まで渋滞しています。日本道路交通情報センターの佐々木でした。佐々木さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報はウドラジの中で3時55分ごろお届けします。歌手生活60年記念五木ひろしスペシャルコンサート2024-2025、 4月12日大宮ソニックシティ、5月21日相模女子大学グリーンホール、
チケットのお問い合わせは 03-3355-3553IS まで。さあ、引き続きモグライダーのお二人でございますけども、はい、ね、あのメールも来てますんで、あら、ありがとうございます。いいですか。はい、この方は愛知県春日井市のゾーニーババチョップさん、僕は柴さんと同じ高校を卒業しました。帝京第五。母校は特に変わったところがあり、校長より立場が上な剣道の先生がいたり、恋愛禁止などちょっと変わったところがありました。柴さんから見て母校のここが変だったっていうところありますか？確かに。だから多分同じ世代ですね。剣道の先生がむちゃくちゃ有名な、全国的剣道をあの本格的にやってる人だったら知ってるぐらいの、むちゃくちゃおっかない先生だったんですよ。そう。はい。この人は、だから、卒業式もこの先生は出ない。ですよ。もういると、うん、いわゆる仕返しにいろんな人が来ちゃうかもしれないぐらいの、はい、お礼参りや、お礼はお礼参りってやつですね。そうだ、同じ世代でしたね。すごいね。うわー、そうか。恋愛禁止とかも。恋愛禁止ってね、高校時ありました。そのことアイドルじゃないのに。はい、だから確かにそうやわ。だからまあ、でもそれでもやっぱり付き合ったりするカップルはいたんですけど、一回こう気の毒だったんですけど、付き合ってたらあの女子の生徒の方がちょっとあの何ですか、女性のその周期のあれが来なくなったっつって、あ、これはもうっつって先生にカップル二人揃って、すいません、実は高校でっつって付き合ってってこうなりましたっていう。翌日に来たんですって、その彼女の祖父が。なので別に謹慎になっただけで、その何もなくで、ただ恋愛禁止なのに付き合ってただけじゃねえか、じゃあお前らっていうのがバレただけで。禁慎？はい、禁慎になる。あ、でもそれでも禁慎になったの。はい、一応あの体育館の2階に禁慎部屋みたいのがあって、僕1年半ぐらいそこいました。3年。やばいな。恋愛とかやってたわけじゃなくて。恋愛とかじゃないです。何で、ね、何で、ね、いろんなことでなるんですよ。ちょっとやんちゃしてとか。とか、いろいろ、はい。だからもう、当時、窓から高速道路をずっと作ってる最初だったら、それができるまでをずっと朝から見てました。反省部屋みたいな。欲望みたいなこと。ほんまやな。結構厳しかったんです。あんまりこう、そう当時、今とは全然、あの、イメチェンして。あ、今はね。はい、今は、ね、結構いい。今は違うんですけど。その剣道の先生もいないから、今。その方はもう。まあ、20年も前ですからね。え、本当だ。あ、どっか行っちゃったよ。はい、なんか。なるほどね。はい、そら校長先生偉いわ。そうなんですよ。どっか行っちゃった。はい、強すぎるがゆえに。ああ、そう。昔ってね、冬んでしょ、ね、うん、スクールウォーズがすごい話でしたっけね。そう、ああいう、ああいうことですもんね。そう、スクールウォーズ、ね。僕らはあの世代です。あの世代もね、そう。僕なんて、だからここ、普通科だったんですけど、うん、僕、あの、アルファベットが大文字、小文字全部書けたんですよ、高校入学時に。特進クラス入ったんです。嘘嘘マジっすか。マジで10学年で10人しかいない。僕 C なのに出席番号1番だったんです。これはなかなかのなかなかのところでした。すごいね。はい、深掘りしたいけどできへんやな、これ。ちょっとね。深掘りちょっとむずいっすね。なかなかね、あるんですけど。昭和ですね。昭和やな。そうやわ、ほんまに。懐かしい。さあ、この方行きましょう。大津市の琵琶湖の茂道さん。ある番組で、ともしげ様プライベートでは芸能人アピールをしてるという話が出ていましたが、実際はどうなんでしょうかっていう。どうなんですか。じゃあもう帽子もかぶらず、マスクもせず、普通に、で歩いてる際、いやでも意外に変装してコソコソしてるつもりではあるんですけどね。マスクはずっとしてるね。マスクはしてますね。あ、そうなんや。帽子かぶって、はい、ひょっとしてともしげさんですか、って言われたらどうすんの、こんにちはみたいな。確かにでもともしげのキャラクターでね、ちょっとそれは悲しんじゃう。なんかもっと元気よくなんすかね、なんかね、ほんま柴君が言ってるみたいに、そういうのがこう見え隠れしてきたな最近。そうなんですよ、ともしげのね。だからちょこちょこ入ってきます。だからなんかお客さんとかで僕に頑張ってくださいとか声かけてくれた、ありがとうございますって言ったら、この間ともしげさんも見かけたんですけど無視されました。
いけないよ、それ。気づかなかっただけでしょうね。気づかなかったこともある。いいよ、それは。いろんな人こう来ても、僕もそんな人のことは言われへんけども、なるべくちょっとね。ねえ。うん。まあ、本当は結構こそこそするタイプというか、なんでしょうね。あんま対応はむずいですよね、だからね。いや、普通にありがとうございます。ありがとうございます。いいんですよ。話し込めとまでは言わないから。そうですね。瞬発力ですよね。話し込むのはさんまさんだけやから。すごいですね、本当に。すごいな。あの、新大阪の光景。さんまさんみたいになるんだけど。あそこまでしなくていいけど。そうですね。もうちょいやんないと。お前、ともしげちゃん。ああ、おおい、ともしげちゃん、写真撮ってくれや。誰誰誰や。知らんわ。オブライダー。知らんわ。あるんだよな、これ。あるんだよ、マジで。片っぽの下だけが捨てて。これも練習しとかないかんねんって、ほんまに。誰知らんみたいな言いますね。でもイライラしちゃいけないですもんね、これね。それは分かるよ。ちょっとイラっとくるのは分かるけど、そこを我慢せな。我慢して。今度だからもし来た時、そればっかりやろう。どういう対処するかみたいなね。訓練しとかないと。そう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 。さあ、お時間でございます。え、もうありますか？お時間でございますね。さあ、告知などあれば。そうですね。今、今年ですね。事務所マセキ芸能社のライブがあるんですけど、はいはい、エクストラシルバーというライブに僕ら、2ヶ月1回出てるんですけど、それが今年から、地方公演もやることになりました。この間大阪やらせてもらったんですけど、はい、次仙台かな、はい、もあります。名古屋、あ、名古屋か。名古屋、名古屋、仙台。なんか地方でやってくる。はい、ありますんで、もしそちら、はい、お住みの方ぜひぜひお越しください。ぜひ見てみたいね、ライブの。見た。ぜひ本当に。この間持ち時間9分でお願いしますって言われたんですけど、大阪公演の時20分やる。うわあ、ええやん。そういうのええやん。そういうの見たいな。お客さんだってね、こう良くないとできへんわけだからね。そうそうそう。見たい。ね、たまにそういうとこも見に来て。しっかり反対応もちゃんとやりたいと思います。あ、そうね。見に来てくれたらちゃんとありがとうございます。握手をするぐらいの。ああいう勢いでね。そうそうそうね。知らん人おっても、あ、僕あれともしげって言うんですよって言って。あ、なるほど。そうそう。はい。おい、知ってるお前。いつも見てんの。ありがとうございます。ありがとうございます。写真撮れよ写真。誰？え？誰？ありえんけどお前これ。知らんわ。知らんわってやめてください。知らんわ。有名ってありますね。有名いいなぁ。もずいかもしれません。さあ、本日のゲストモグライダーの2人でした。ありがとうございました。水曜日中川、レイジ中川、ラブ中川家、日本放送 The Radio Show。 ベリーベスト法律事務所よりB 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方。小学校で注射を受けた方。一度でも B 型肝炎と言われた方。これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番 70-7000 番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るならTR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。サマーズ大竹です。サマーズ三村です。小山愛理です。明日土曜午後3時からのサマーズのサマラジは、番組に届いたお便りをキリキリ読んでいきます。日常の出来事、悩んでいること、何でも送ってください。お便りは sm@1242.com まで。サマーズのサマラジは明日土曜午後3時から。日本放送ラジオ
はお店で食べるような大きくて食べ応えのあるごちそうのエビフライをご自宅でお安く味わえる極洋エビフライの極みをご紹介します。こちらおよそ8ヶ月ぶりのご紹介になるんですが、前回初めて紹介したところ大好評いただきました。今度いつ紹介しますかという問い合わせが殺到しました、うん、大変お待たせいたしました、はい、まずこの見た目がどーんとね、迫力ありますよね、はい、購入いただいた方からは買ってきたお惣菜や一般的な冷凍食品のエビフライとは味も大きさも断然違うだとか、うんうん、おっ剛さん、あら、食べてる、パリッと、この食べ応えがすごいと大絶賛いただいています、うん、はい、大きいエビフライ、うまいね、でっかいよなこれ、うん、やっぱり揚げたては最高ですよね、うん、あー、うん、美味しそうな音、うん、あ、うまい、はい、思い出す昔な、うん、唯一出前に取ってくれた家で、うん、あの洋食の誉れ、誉れの味を思い出した、うん、そうですか、まさにお店の味ですよね、うんうん、あの衣のカリーはもちろんですが、エビがちゃんとプリッとしてますよね、噛めば噛むほど絶妙な味わいで、あの今日タルタルソースもご用意してますけれども、うん、はい、何もつけずに食べても美味しいくらいですし、うん、はい、これを自宅で食べられるというのがポイントですね、うん、何しろ一目見てわかるびっくりする大きさ、はい、創業86年を超える大手水産メーカー極洋の目利きが原料を吟味したおよそ17センチの特大のエビフライです、うん、はい、冷凍じゃない感じ、そうなんですよ、そうなんですよね、こんなサクサク、うん、こんなに大きいエビは国内の市場では全体のおよそ1割にも満たない希少さなんですよ、ちゃんとサクッとした食感を、ね、はい、保ちながら、はい、可能な限り衣を薄く仕上げていますので、はい、食べた時の満足感が違うんですよね、はい、すごく美味しい、エビフライって難しくて食べてみたらあれがっかりっていうことって時々ありますよね、ふにゃふにゃになっちゃう、そうなんです、うん、ただご安心ください、こちらまさにエビを食べるエビフライですよ、うんうん、極洋エビフライの極み 1.2 キロの大ボリューム合計20本のセットで消費税込み5480円です、うん、さらにお得な倍の40本セットは税込みジャスト1万円です、はい、こちらに、ね、パックもありますが1尾ずつ冷凍されていて日持ちもしますのでまとめ買いがおすすめですよ。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-860120-1242-86までどうぞ、はい、さっきオープニングでも言ってましたけど今日はこれを食べたいっていう口の時ありますよね、あります、エビフライとかも、うん、ただ家でやるには面倒という、うん、いやそうなんですよ、もうこちらは簡単です、ご自宅でおよそ5分揚げるだけです、はい、これだけですぐに美味しい出来たてが食べられます、面倒なエビの下準備だったり衣をつけたりなどはもう全て熟練の職人さんが手作業でやってくれていますので手間いらずです、はい、うん、しっかりエビの筋を切って伸ばして綺麗な見栄えになるように尻尾を開くところまでこだわっていますので、うん、出来たてを見ると思わず笑顔になるくらい見た目も立派で食欲をそそりますよね、はい、ああいい音してます、うん、賞味期間は冷凍でおよそ11ヶ月持ちます、まとめ買いがお得ですのでお裾分けや共同購入もおすすめです、はい、何かしらパーティーとかね、うん、エビフライあったら盛り上がりますでしょう、しい、華やかですやっぱりね、ねえ、極洋エビフライの極み20本セットで消費税込み5480円、倍の40本セットは消費税込みジャスト1万円です。また今回初めて購入されるという方向けに10本セットもご用意しました、ええ、食べて、ええ、食べてくれ、もびっくりした、シュワシュワのおっさんの手が伸びてきたからおかわりエビフライですね、まあ、そのぐらい進むということで、はい、初めての方は10本セットもご用意しました、こちら消費税込み3800円です、はい、一度ね食べていただけると違いがわかると思いますよ、本当何もつけずでも大丈夫です、そうですね、はい、うんうん、ちゃんと旨味がしっかりしてますよね、うんうん、ぜひお試しください、関東1都6県は送料込みです、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86、うん、
0120-1242-86 までどうぞ、はい、しっぽりギリギリまでちゃんと身が詰まっている感じもしますしね、はい、ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからも注文していただけます。ラジオリビングで検索してください、はい。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。 JR 新橋駅すぐ 0120-032-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999、157-999。出張買取はカメラの北村。日本放送生活の窓口では参加費無料の家族信託セミナーを開催。2月26日月曜日午後1時30分から知らないと損する認知症とお金の話というセミナーを日本放送で実施します。詳しくは日本放送生活の窓口セミナーで検索。さあ本日2組目のゲストでございます。この方々です。スクールゾーンです。よろしくお願いします。お願いします。スクールゾーンね、はい、あのもうこうやってやるのは初めてですね。喋るのはそうですね、初めて、ね、いつもあのルミネ、あそうですね、でね、あのスクールゾーンの2人はあの今田さんのコメディとかなんか、はいはい、あコメディ、そうそうそう、はい、一緒に出てたりね、そうですね、しますけどね、はい、ほんまにもう何年ぐらいのコメディ。13年目です。あ13年か、まだ、はい、普段はどの辺出てんの？あの吉本、渋谷の吉本無限大ホール、無限大でね、うん、はい、いやほんまに、いやまあ2人とももうすごい器用ですからね、うん、うん、ありがとうございます。いや本当になんか細かすぎて、うん、出てんねや。はい、そう、はい、田原山の方は、はい、僕2年前に優勝させていただきました。ええー、はい、そうなの。何で優勝した？何で優勝？あ、なんか本当に細かい、あの、うん、いいですか？ちょっと、あ、いいよいいよ。友達からの電話で地元の重大ニュースを知らされる、地元から一生出ない女。うんうん。もしもし。あ、マジ？ジャスコにひょっこりはん来るって。こういう優勝、ビッグニュースが、はい、それ書いて、はい、全然出よれへん、地元から出よれへん、はい、なんかそれこそ、うん、細かすぎてもコンビ別々で僕ら実は出てて、はい、あ、そう、そうです、僕も一人で韓国ドラマが好きで、あ、仕事はね、そうなんですよ、あ、そう、はい、そうそうそう、でちょっと一ネタ、あ、いいですか、あ、いいですよ、え、韓国ドラマより、うん、怒ると必ずフルネームになる主人公、いやー寒すなー、いやー寒すなぁ。みっちがちんちゃん。いやー、キム・サムさん、ありがとうございます。すいません。あ、な、はい、絶対フルネーム言うよ。そうなんですよ。うん。いや、僕も好きなんでね。韓国ドラマ好きなんで。そう、韓国語はどうしてなの？なんでそれ、うん、でも、独学で勉強して。あ、そう、はい。あ、それ何、きっかけは何やったの？独学でっていうの。冬ソナから始まって、母親の影響で、そこからもずっと、お母さんが見てて、そうなんですよ。そこからもずっと好きで、新大久保でもアルバイトして、うん、そこでちょっと語学も。はぁ、はい、そう、新大久保ってそのコリアンタウンですけど、別にその、うん、どこでバイトしてるの？魚民。魚民？魚民かい。全国チェーン。あそこに結構お客さんとして来んねや。あ、でもそのお客さんがやっぱり韓国人が多いので、そこで語学をこう、日本人はわざわざ来ないので。ああ、そうなんだ。すげえなぁ。二人とも器用。ほんで、免許もこれすげえやん。あ、僕ははい、農業高校だったんで、免許、はい。アーク溶接持ってるやん。はい、ごめんなさい。アーク溶接詳しくちょっと教えてもらわないと。アークはまあ電気溶接が、防差して、こうやって。はい
私も分からへん。あ、これ分からへんか。溶接棒を、はい、あ、溶接の方式が、僕もやってたんで、悪意です。悪意してたんや。バチバチバチってね。はい、ああ、火の粉が耳に入って。熱いって。ええー、熱いとかいろいろある。フォークリフトも持ってて。フォークリフトも、はい、うんうん。農業高校だったんで、一通り取らされましたね。へえ。あ、なるほど。学校でね。はい、学校でそういうの取らされんねんね。はい、なるほどね。で、俵山。はい。俵山。五人兄弟。すごいな、五人兄弟。はい、5人兄弟の末っ子。末っ子なの。ありがとうございます。どんな状況なの？ 5 人って。年齢的にはどういう？もう一番上がもう11個とか離れてますね。1個つになるんだから。だから43とかで。あ、はい、一番上。はい。うんうんうん、感じ。仲ええの兄弟。仲は、その、僕は全員と仲いいですね。その、うん、お姉ちゃん同士が絶縁してたりとかは、その、ややこしいな、もう。大人になればなるほど、ややこしいもん。お互い嫁いでいってね、はい、疎遠になったりする場合もあるからね、そんなんね。はい、いや、すごいね、ほんまに。はい、他なんかないの？そのさっきのフルネームでって言うんだけど。でも、あの、韓国人の方が喋る日本語なまりみたいなのも、うんうん、あ、本当に日本に来て嬉しいです。あ、中川家さん、ちょっと昔から本当大好きで見てた。あ、ありがとうございます。韓国語でも有名。あ、ありがとうございます。本当、ありがとうございます。急に声がでかくなった。ありがとうございます、本当に。本当面白い。ああ、そうですか。ああ、面白いな。もちろん。難しいな、その発音。のんまやな。なかなか、なかなかできへん。カーとかもなったりしますよね。カー。カー。本当に、おとんごめがちゃぐろっすよ。くたまりちゃー。はい、ありますよね。あるある。これは。あれ、人怒るときに。はい。いや、細かいなぁ。細かいなぁ。アイドル系。K-POP も好きなアイドル系。あ、そうですね。あ、そうなんや。そうなんです。うん、BTS の、キム・ナムジュンさんというリーダーのモノマネとかもさせてもらってて。ただ、ラジオじゃちょっと伝わらないですけど。顔マネ。そうですね。顔マネをね。はい、そうか。そうか。うん、人間モノマネって何これ。僕はもう、まんべんなくその、やってるんで、もう、くくりが難しいで、もう人間モノマネ。もう全人類やろうかなって。人類を、はい。あと、どんなんやってんのそれ。あと、本日3箱目のタバコで、RPG みたいな咳が出るおじさんっていう感じの、はい、なるほどね。もうちょっと欲しいな、細かいな。回転寿司にて寿司ネタの語尾を伸ばすお母さん、うん、あれたっくん、せっかくお寿司屋さん来たんだからさ、コーンばっかりじゃなくてお魚も食べないおマグロとか、はい、本当に細かいそんなんね、やっぱりもうどうしても聞いてしまうの、耳で、うん、どうしても勝手に入ってきて、もうすぐやりたくなっちゃうんで。なるほど。そんなんもう素人の時からそういう感じ、はい、いや、もうこの世界入ってから、入ってからなんや、はいはい、マグロー、マグロホタテーとかみたいな。どこで見たんかわからんけどやつやな。あ、いいなあ。いや、いいな、うん、なるほどね、うん、さあ、CM ね、一旦挟みましてね、引き続きスクールゾーンお付き合い願います、はい、お願いします。男出川哲朗還暦祭り in 横浜アリーナ、本当に最高の夜でした。皆さんありがとうございました。イベントの公式グッズ、うちの実家とコラボしたノリとか、熱湯風呂グラスとか、いろんなグッズが絶賛発売中です。詳しくは公式ホームページから。時刻は2時52分です。安心と安全を運ぶ千葉県トラック協会がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。石川県珠洲市で今日、能登半島地震の被災者向けに建設された応急仮設住宅40戸への入居が始まりました。40世帯102人が入る予定になっていて、県内での仮設住宅への入居は輪島市に続いて2例目です。珠洲市は今月6日の時点で仮設住宅456戸の工事を始めていて、今後用地確保を進めてさらに増やす方針です。さて、アメリカ大統領選挙の共和党候補指名争いで、トランプ前大統領が3連勝とし、勢いが止まりません。共同通信によりますと、トランプ氏がネバダ州の党員集会で勝利したことで、
初戦から3連勝となり、ヘイリー元国連大使に対する撤退圧力が強まりそうです。ヘイリー氏は24日に地元の南部サウスカロライナ州での予備選挙で巻き返しを狙いますが、世論調査でトランプ前大統領に大差をつけられていて劣勢に立たされています。次です。共同通信によりますと、ロシアのプーチン大統領は8日に公開されたアメリカの保守系ジャーナリストのインタビューで、 NATO 北大西洋条約機構諸国への侵攻を拡大するという意図を否定しました。プーチン大統領はインタビューで、ポーランドやラトビアに興味はないと述べ、 NATO の国々は架空のロシアの脅威を煽っていると非難しました。またこのインタビューの中でプーチン大統領は、戦争を止めたければアメリカがウクライナへの武器供与をやめる必要があると主張し、そうすれば数週間以内に終わるだろうと話しました。おしまいに、JR 京葉線の今年3月のダイヤ改正をめぐって、沿線自治体である千葉市の神谷俊一市長は今日、昨日 JR 東日本本社に持参した再検討要望書と同じものを千葉支社にも提出しました。これはダイヤ改正によって快速の大半が廃止となることを受け、千葉市やその周辺の地域から東京までの速達性が損なわれることに対して地元自治体が反発しているものです。亀井市長は記者団に対し、思いを受け止めていただきたい、できるだけ早期に都内への速達性が維持されるダイヤを復元してほしいと述べました。また神谷市長によりますと、千葉支社側は非公開のやり取りで柔軟に検討を深めると応じたということです。ただ3月改正のさらなる内容修正は困難とみられます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。後藤さんでした。ありがとうございました。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。さあ、テーマメールの時間です。スクールゾーンにもね、お付き合い願います。今回テーマはお小遣いの話で、紹介したいと思います。この方、日光市の削り節さん。去年の1年間で45回も妻にお小遣いの直談判で頭を下げました。しかし厳しすぎる妻は1円たりとも上げてくれませんでした。今年も5回ほど頭を下げています。決して諦めたわけではありません。アップを勝ち取るために負けずに頑張ります。同じ境遇の世のお父様方、同志として共に戦いましょう。うん、お小遣いね。2人結婚して、まだ、はい、結婚してます。あ、してる。あ、してんや。どんな感じなの、そのお金小遣いっていうか。僕は今小学生の息子がいて、そうなんですよ、まあ、ずっと好きだった人、まあ、連れ子と結婚して、なんで お年玉というか、うん、をあげたりはしてますね。あ、そうなんや。どうですか、小遣い。小遣いっていう感じじゃないです。もう完全にお財布分かれてるというか、うん、ただ結婚する前に付き合ってる時、お金ない時とかはこう、うん、1000円ずつちょこまか借りたりとかやっぱりね、ってました。これはやっぱりな、もう何十年も変われへんね。1000円ずつね。1000円ずつなんです。これ2000円だとちょっとハードル高いじゃないですか。申し訳ないという気持ちがあるわ。かるわ。だから1000円ずつちょこまか、結局何万円かになったりするんですよ。わかるわかる。盛り積もってな。まあ、みんな一緒やな。ほんまにね。さあ、この方、鈴の木カステラさん、愛知県の方ですね。私はお小遣い制度のない家族、家庭でした。必要なものは買ってもらい、遊ぶお金はたまに会う祖父母が結構な額をくれるので、それで賄ってました。来月私も母親になる予定なのですが、自分の子供にはどのようにお小遣いを渡したらいいのかなと考えてますよね。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999、157-999。出張買取はカメラの北村。はい。ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから
現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。小沢幸吉です。愛を込めてこの歌を贈ります。へんやまる、へんやまる、おいしまる、へんやまる、みんなまる。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。